秋篠宮ご夫妻の長男悠仁さまがきょう8歳の誕生日を迎えられました庭で野菜を育てるなど充実した夏休みを過ごされたということです悠仁さまは午前10時ごろ母の紀子さまとともに天皇皇后両陛下にお誕生日の挨拶をするため皇居を訪問されました 小学2年生になられた久人様は、学校で1年生の遊び相手になり、7月に行われた夏祭りではペットボトルを使った工作に挑戦し、学校生活を楽しまれています。お住まいの庭ではミニトマトや枝豆を育て、秋篠宮様から教えられた通り、水まきは朝か夕方なんだと水やりされていたということです。